住之江シティナイターの今回の6日間のブルースターカップ最終関門の攻防戦は第3弾、準優のラストで第11レース。さあ早めのコース取り、コース争いですが、1号艇の平尾貴則、さあ人気の中心がインコースは枠市長、近況好調の今回予選トップ通過。そして2コースには3号艇が入っていまして、鶴本隆文、地元連続優出の2場所連続優出なるかとなっています。そして6号艇入っています小畑良、準優18番目、地元連続優出なるか、これで1、3、6。そして今5号艇もスタートライン上方向で藤井徹、ここ一番手堅い走りで準優突破なるか、1、3、6号。そしてダッシュが2艇となって2号艇の長谷川正和、5コースの角から今回住之江初優出に挑戦。そして6コースに回って4号艇で林雄介、住之江4度目の優出なるか。さあスローが4艇、ダッシュが2艇、雨もだいぶ上がってまいりましたが、現在は競争水面上、風はなく穏やかな競争水面上。さあ平尾貴則が3場所連続優出のファイナル1号艇で V に王手をかけるか、注目の準優ラスト第11です。1番3番6番5番、2番4番の4対2、今スタートしていきました。トップスタート1号艇人気の平尾貴則、センター青木勢から2号艇4号艇ダッシュの2艇出ていって、まず逃げる1号艇平尾、刺しての3号艇の鶴本で真ん中攻めた2号艇で、あとは4番5番6番と回って、バースレッチャーここもイン速攻で1号艇が人気の中心が平尾貴則先頭、そして左から次には3号艇の鶴本、2号艇の長谷川、内役3艇が上位で、あとは5、4、6。なおスタートは正常でした。ライターンマーカー先頭1号艇の平尾、注目2番手の3号艇の鶴本が行って追っつけて5号艇差し返して2号艇ですが、ここで先に回った3号艇の鶴本がトップに迫る勢いで、さあ1号艇3号艇並んでまいりまして、トップ争いになっています。インコースに3号艇の鶴本、アウトコースに1号艇の平尾、さあ3号艇と1号艇が並んでトップ争いになって、2周目のダッシュタンマークでは3号艇の鶴本がコーナーを先取り、突っ込んでくる2号艇、外を握ってくる1号艇ですが、先頭ここで逆転で3号艇の鶴本高海、その後ろ2艇身から3艇身で1号艇の平尾、人気の中心得点トップが2番手に交代、3番手が2号艇の長谷川で3、1、2艇バック中間地点を通過、あとは5号艇後ろ6号艇と4号艇が競っています。ライターンマークを回りますが、先頭で3号艇の鶴本高海逆転の先頭、そして2番手1号艇の平尾貴則、3番手は2号艇の長谷川で、上位が3号艇1号艇2号艇となって最終周回へと入ります。ラスト1周で先頭には3号艇の鶴本隆文が、ここは見事な逆転成功、そして2番手1号艇の平尾貴則がイン逃げならず、3番手2号艇の長谷川で最後のバックスレジェと入ってまいりましたが、上位が3号艇1号艇2号艇の3、1、2で完全にばらけてまいりました。あとは水が空いていまして、6号艇5号艇4号艇全艇最後のスリットラを通過していきます。最終ターンマークは3号艇の鶴本が地元連続 V に挑戦となって、そして2番手は1号艇の平尾貴則がファイナル1号艇ならず、3番手2号艇の長谷川のここは上位、準優ラストは3、1、2で間もなくゴールです。先頭3番ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、6番5番ゴールイン、4番がゴールイン。